京子さんにメガネの男の子に告白するのよ。無理。だって私は彼がメガネをしてること以外何も知らないのよ。恋してるんでしょ。してる。恋を我慢するなんて青春の無駄遣い。無駄遣い。でもメガネ君に彼女いるかもしれないじゃん。恋してるんでしょ。してる。ごきげんよう。島倉さん、お電車に間に合ったようですね。かだったら今日もお眼鏡かけても遅刻しないでお電車に乗れたのかしら。が、彼？もしやこのお嬢様は眼鏡くんの。はぁ、まだかしら。戦争室、お嬢様にはかなわない。いや、この戦勝てる。何故？本当のお嬢様は満員電車に飾らないものよ。ああ。いや、お眼鏡電車来た。え、ライバル王子。はぁ、乗り遅れるな、乗り込まんよ。うん。今日も進め中国電車、さての辛くはないです。いつもの車両もいつもの場所で気になるあの子に会えるから。名前も知らぬメガネの花束が。急ブレーキ、急に停車。満員電車だから先立って、